長縄マリアは、日本の女性声優。愛知県岡崎市出身。アイムエンタープライズ所属。声優を目指したきっかけは、中学校時代に禁煙を呼びかける運動に参加した際、道行く人がザーついていたり、クラスメートにモノマネをされた時に、自分の声が普通ではないと知ったため。そして、ラジオで声優が話すのを聞いて、アニメキャラとのギャップをかっこいいと感じたためだという。 そうして、日本ナレーション演技研究所に通い、基礎科に所属している際に新級審査と共に受けた関連会社オーディションに合格し、アイムエンタープライズの所属となった。憧れの声優には、大谷育恵と、釘宮理恵の名前を挙げている。また、事務所の同期である、小沢ありと仲が良い。2016年時のインタビューで、今後の目標として、マスコットキャラクターを演じてみたいと語っている。 寿司屋でアルバイトしていたことがあり、職人たちが寿司を握っている中、えいらっしゃい。と独特な声で接客するという強烈なエピソードトークを持っており、デビューしたばかりの桑原祐希を新刊させた。好きな食べ物は、せんべい、スナック菓子、サーモン、お寿司の狩り。特技は、三河弁。焼き鳥を三つ頼むとしたら、砂肝、ネギマの塩、つくねと言っている。 特に少年系のアニメが好きで、その中でも主人公が好きだという、商業高校に通っていたことから銀行員も目指していた。ふとじはメインキャラクター、はインターネット配信、はインターネット配信、ありがとうございます。